こんにちは、月風の子です。今回はですね、またね、品物の購入動画になります。まあね、最近ですね、結構山の動画ね、途中で途切れちゃって、そうですね、聖山山頂まで行って下山の動画とかどうしたんだいとか言われそうなんですけれども、実はですね、最近ガジェット系というか、まあ私がね購入した商品のレビューというか動画がね、最近ちょっと立て続きに流してしまっているんですけど、ちょっとね理由があってですね、まあ今日も商品紹介というか商品レビューですねになるんですけれども、実を言うと先日ですね、山登ったんですけど、まあ、どこで感染したかっていうのはちょっとわからないです。おそらくっていう話で言うとですね、ちょっと8月上旬にですね、ちょっと私コロナウイルスに感染してしまいましてですね、でまあ基本的にね、私この自宅にいると人と接することってほとんどないんですよ。でね、まあその最後の登山行った時もですね、その前1週間ぐらいはですね人に会ってないんですよ。まあ会ったとしてもまあね、結構2メートルぐらい距離を離してね、話するとかそういう感じだったんで、感染する要素が全くなくてですね、でちょっと登山行って帰ってきて3日目ぐらいからですね、ちょっと発熱、まあ、発病をしてしまいましてですね、でもう大変で、そうなんですよ、熱が上がったり下がったり、まあ熱ね最高38度ぐらいいってでね、ちょっと動いただけでもね疲れちゃって、パッと寝たらあってもう2時間経ってるんですよ。そんぐらいもう動けなくてですね、で今日はねその発病してから大体10日ぐらい経ってですね、まだちょっと突然ゴホンってこう喉がイガイガがまだちょっとあるっていう感じなんですけど、まあその中でね、ずっと家にいますし、どうしようかと思った時に、あそういえば俺購入ね、品物購入して撮ったはいいけど全然録画、まあ、動画流してないよねっていうものがあったんで、まあ今回ねディスプレイ購入したりだとか、まあですね、キリコグラス買ったりだとか、ね、アブソルート買ったりだとか、そういう動画ばっかりになってしまってるっていうのが現状ですよね。でね、編集作業もね、もう本当にきついというか、もう本当にきついですね。まあ今もね、ちょっとたまにそうなんですけど、こう動いてるとふっとこう力が抜けちゃうような感じですよね。まあそうは言いつつもね、まあこの期間中っていうか、まあ感染してからの期間中ね、まあ20日間はなんか陽性ね、消えないみたいなので、まあ来週か再来週にね、もう一回自分の持っている検査キットでね、検査して陰性になったのを確認してから、またね登山の方は、まああと何座登れるかはちょっとわからないですけれども、行きたいと思ってます。でまあそういう状況ですので、まあね、ちょっと前段長くて申し訳ないんですけど、それでね、まあ、また物を買いましたと。で今回ね、ここからまた本題になるんですけど、今回買ったのはですねパソコンになります。で実を言うとね、山の動画とかいろいろ流してるんですけど、実を言うと今オズモ DJI アクション3で撮影してきたものなんですけど、だいたいね 4K ので60fps で、まあ、撮影したのを、まあ、編集して動画流してるんですけど、私ですね前回ディスプレイ買った時に結構タイトル意味深
なタイトルだったと思うんですよね。カッコ書きで あることをするためにてんてんてんって書いてあったと思うんですけど、それが今日の紹介するものになるんですよね。で、まあ、ちょっと話脱線ばっかりして申し訳ないんですけど、実は今持っているねパソコンっていうのは、まあ、12世代の、まあ、インテルさんの RTX3080 のグラボを積んだパソコンと、MacBook Pro 13インチのね持っているんですけれども、まあ実を言うとね 4K60fps でね編集して、トランジションとかねいろんなものをエフェクトとか入れたりすると、案外ねインテルの12世代の RTX3080 でもねカクついたり固まったりするんですよね。で、私使ってる動画編集ソフトが3つあってですね、まずフィモーラって呼ばれる動画編集ソフト、これもねちゃんとまあ、契約しています。あとプレミアムプル、アドビさんですね、そちらの方も契約してます。まあ、プレミアムプロはね5ライセンスで年間契約なんで、それでいてイラストレーターからエフェクトだったりプレミアムプロだったりいろんなものオプションがついてきて、それが5台のパソコンにインストールができてって考えるとやっぱ安いのかなってことで契約してます。まあ、プレミアムプロはねインスタ360の360度動画を撮った時に360度動画を編集できる動画ソフトって、そのプレミアムプロと、あともう一個今 Mac に入っているファイナルカットプロのみ、まあ私使ってる中ではそれだけなんですよね。で、まああとファイナルカットプロと契約してますので、結構ねそのカクつきとねイラつきとね画面が固まっちゃう時が結構あってですね、グラボーかなーって考えました。でそこでね MacBook Pro の方でね、まあ、M1 なんですけど編集するとですね案外スムーズには動くんだけど、やっぱね M1 チップ、まあ、昨年のモデルっていうこともあって結構ねまあ、ちゃんとね書き出しもそこそこですし、 Mac の方は全然問題ないような感じだったんですけれども、ちょっとね最近ちょっとまあやっぱ編集するのにちょっとまあね少しこうカクついたりとか固まったりするっていうところがどうなんだろうとか、あとフィモーラと Mac の相性もちょっとあるみたいなんですよね。だからファイナルカットプロを使う分にはできるんだけど、フィモーラさんの方はね何がいいかっていうと、トラジションとかエフェクトとかタイトル、エンディング、テロップのね素材が多いんですよすいませんね。でファイナルカットプロはね使いやすいんですよ。でプレミアムプロはね 3D、まあ VR 動画の編集ができるのに、まあ僕としてはやりやすいソフトとかで3つ持ってるところで、まあそれで、ね、どうしたかってもう本当に今回はね買う気は全くなかったんだけど、まあ買えないぐらいのものだったんだけど、ちょっとねやっぱねどうせまあ動画編集ねやるんだったらいいパソコンね、まあコロナでちょっと寝込んでたし、ちょっと買っちゃおうかと思って買うことにしました。ちょっと本当に話なので申し訳ないですけど、でそれでね何を買ったかというと、ドン、もうねこのマークがあるのはわかると思います。そうなんです、本当はねまあ悩んだんですけど、ちょっとね開封しましょうかね。で開封しますとですね、お、これ今ちらっと見えたと思います。そうです、よいし
はい、そうです。買ったのはですね、マックスタジオになります。ついに買っちゃいましたね。でね、マックスタジオね、まあ買うにあたってはね、最初ね、MacBook Pro の16インチの、まあ、M2 Max を買おうかなとか考えたんですね。ところがね、なんつったらいいんですかね、こう、MacBook Pro の16インチだと CPU がですね、確か12コアの、ね、GPU が、まあ、30コアぐらいのなっちゃうんで、ね、まあ、それでね、最高スペックの MacBook Pro の16インチ買ってもですね、まあ、Mac スタジオにはかなわないんだなってちょっと思いました。で、値段もね、結構シミュレーション計算したんですけど、MacBook Pro の16インチ買うん、まあ持ち運びっていう利点はあるんだけど、買うんだったら Mac スタジオ買った方がね、コスパ的って言ってもまあそうそう買えるような額じゃないんですけど、いいのかなっていうことで Mac スタジオにしました。で、私の買ったのはですね、まずこの Mac スタジオの内容なんですけど、まあ、Apple の M2 ウルトラチップですね。これの、まあ、CPU 24コア、GPU が60ですね。で、あと32コアのナチュラルエンジン、800ギガ毎秒メモリーが入っていますっていうものを買いました。で、ストレージはですね、2テラを購入してます。で、エクステンドラムっていうか、まあ、ラムに関しては128ギガをちょっとね、購入しました。はい。まあ、その1個上のね、M2 ウルトラ、ね、まあ、GPU は72コアっていうのもあるんですけど、まあ、そこまではいらないかなと思ってね、単純に動画編集をしたいっていうこと、プラス、ちょっとね、考えているのが、この Mac スタジオにですね、Windows をバーチャル PC ね、入れて、Windows も動かしながら、まあ、Mac で動画編集をすると。まあ、この1台で、MacOS と Windows を動かそうということも考えています。で、ストレージがね、2 テラ。おいおい、2テラって少なくないかいって言われるかもしれないですけれども、実はですね、これに外付け用の、まあ、4米の、まあ、ハードディスク、ステーションみたいなものを購入しております。で、もうそれはね、到着していてですね、10ギガじゃなく10テラの、ハードディスクが2個買ったので、20テラの外付け、まあ、転送速度で言うと、まあ、タイプ C なんですけど、20GBps のタイプ C をこれに接続します。だから、この本体の中には2テラしかないんだけど、このタイプ C から、さらにその10テラ、あ、20テラか、20テラの、まあ、外付けハードディスクですね、につなげて、そっちを主にデータ格納庫にして、やろうかなということに考え購入しました。はい、じゃあね、早速ね、開けてみましょうかね。まあ開けてもね、動かしてるところ見せるわけじゃないんだけど、まあちょっとね、開けてみましょうというところで、で、これはおお、こうなんだ、よいしょ。まあね、だいぶもう皆さんね、あれですよね、レビューされてる方多いので、ね、まあ、あえてスペックの説明とかね、競争とかしないで、あと入ってるのはね、
一応まあ説明書関係なんですかね。あ、ステッカーシールみたいなのも入ってますね。うん、まあ、それがね、まずこの蓋の裏側についてます。その蓋はね、もうこれ引き付いちゃって取れないですね。で、ちょっと待ってくださいね。それで開けるのはね、こう横をね、なんかこう開けるみたいですね。で、これを取り出します。うわ、重たっ、めっちゃ重たいな。結構重たいですね。入っているのはこの Mac スタジオ本体と、おお、電源ケーブルですね。 100V の電源ケーブルが入っているのみとなります。で、あとはね、先日買ったね、LG 電子の、まあ、39.7 インチのディスプレイ、ここね、にと、あとはハウエイさんの34型の、ディスプレイに、これをサンダーボルト4として接続することにしています。はい。で、サンダーボルト4対応のケーブル、まあ、40GBps でサンダーボルトなんですけど、こちらの方はですね、事前にもう買っていますので、もうあとこれ電源で接続するだけです。で、もともと私 Mac mini も持っていてですね、マジックトラックパッドでしたっけ、とかマジックマウスとかマジックキーボードっていうのは一式持ってます。持っているので、もうこれ接続して起動してアカウント設定して、あとは Windows をね入れて、あと僕Microsoft Office もごライセンス契約、まあごライセンスとパックになってるやつね、契約してますので、この Mac の中に入れます。あとはアプリケーション等を入れてですね、ちょっとこれで動画編集してみようかなと思います。多分ね、だいぶ早いんだろうなと思ってます。まあ正直言うとね、インテルの12世代持って RTX3080 の普通のディスクトップ持ってるんだったら、まあグラボ4090買えばいいじゃないかという方もいらっしゃるんでしょうけど、なんて言ったらいいんですかね、とにかくね、 Windows と Mac ちょっと比べてみたんですけど、まあ今の環境の中でやっぱね、動画編集した後の、ね、書き出し速度、 Mac 早いんですよ、なんでか知らないけど、やっぱね、グラフィックスに特化した CPU というか、まあ、あと GPU も積んでるのかもわかんないですけど、めちゃくちゃ書き出しが早いっていうところがね、やっぱMac の強みなのかなと思ってます。ということで、まあ今回はね、 Mac スタジオついに購入しました。でもこれはもう完全に家固定です。固定で動かさない、でストレージも増設して、まあ動画編集もにプラス Windows も動かして、 Windows 作業も使いたいと思います。まあ、ちなみに Windows で動くゲーム、Steam デッキさんとかは、まああくまでも旧インテル12世代のパソコンでゲームをしながら、こちらはもう完全にもう動画編集および、まあ私の会計管理だとか、いろいろそういったものをこっちの方でやろうかなと思ってます。はい、はい、それでですね、あれからここにね、Mac スタジオをね、机の上に設置しました。でね、 Mac スタジオのね、下はね、ちょっとね、ホームセンターに行って、まあ、こういうね、木枠がちょっとね、20センチ×22.5センチ 角の、ちょっと中がね、空洞になったスノコみたいなやつが売ってたので、買って、その上にね、ゴムをね、瞬間接着剤で貼り付けて、その上に、このね、Mac スタジオを置きました。で、Mac スタジオからはね、この下にね、今ブルーレイドライブが見えてると思うんですけど、これまずつなげて、それ以外にもね、このついこの間買った
LG 電子さんのね、5120だっけ、かける、2160 の、まあね、ディスプレイの方にサンダーボルト4でつながっております。で、一応ね、横のね、このちっちゃいサブのね、ディスプレイは、これはね、もともとの Windows で使うので、これはまあ使わず、今回ね、スタジオで使う画面はこのね、今回買った画面とこちらのね、ハーウェイさんの、ディスプレイ 3840×1440 のディスプレイに出力するような感じですね。うん、で、こちらの方はね、ちょっとサンダーボルトちょっと対応して、サンダーボルト4に対応してないようなので、まあね、8K の HDMI ケーブルをね、ちょっと急遽電気屋さんから買ってきまして、つなげました。でね、今ね、とりあえず一通り環境が整いました。まずね、ロジックプロと、まあ、ファイナルカットプロ。ね、あとはこっちの方に来て、まあ、アドビはね、いっぱいあります。一応ね、これ今、プレミアムプロと、イラストレーター、まあ、それ以外にもね、アフターエフェクトだとかアニメーターとかね、いろいろ先ほどダウンロードしました。で、こっちの方はね、あれっていう感じですけど、まあ、Windows の画面立ち上がってますけれども、これはパラレルディスクトップの方で、まあ、Windows 11の方をね、インストールしてきまして、今ね、質のラクダっていうね、水筒帳を作るソフトまで一応インストールして、これからね、データをバックアップして、まあ、こちらの方でもね、できるような感じにしようかなと思ってます。ね、あとはこのね、スタジオのね、下の方なんですけれども、まあね、ちょっとね、汚いんですけど、これ、今ついてますよね。これ、ストレージです。一応ね、ハードディスク10テラが2枚刺さってるんで、20テラと、あとはね、SSD 1テラバイトがね、刺さっております。ね、で、そこに、一応ね、動画のデータを入れて、そこから読み込みながら、ね、こちらの、プレミアムプロなのか、まあね、フィモーラとかファイナルカットプロですね、方をね、ちょっとね、やりたいと思います。でね、一応アプリとしては、ね、あとね、フィモーラ、そうだよね、フィモーラが立ち上がってなかったですね。フィモーラもね、一応ね、こんな感じで、ね、まあ、よく使うのはこのフィモーラがよく使いますので、まあ、こちらの方でね、動画編集ができるような感じ。まあ、一応ね、これで Mac Studio を使って、まあ、Windows と MacOS と両方動くようにした上に、まあ、3つの動画編集ソフト、ね、もインストールしましたっていう感じですね。あと音楽作成ソフトっていうことで Logic Pro をちょっとね、手に入れたような感じですね。まあ、そんな感じでちょっとね、今後はね、こんな感じで編集の方、この2画面でね、主にやっていくような感じでね、いきたいと思います。うん、まあ、そんな感じですね。うん、まあ、ということでね、まあ、今回はね、ちょっと思わず、まあ、頑張って Mac Studio をちょっと買っちゃいましたという動画になります。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。動画は以上となります。